ランゲージツールはフリーかつオープンソースな文法チェッカーである。すべての機能をダウンロードして利用することができる。ランゲージツールのウェブサイトはプロプライエタリなソフトウェアランゲージツールプラスを提供している。ランゲージツールプラスはオープンなコアモデルに沿って英語とドイツ語の文法エラー検出を改善し長い文章の修正も容易に行うことができる。ランゲージツールは 2003年にダニエル・ネイバーによって卒業論文作成のために開発が開始されたソフトウェアである。現在では31の言語をサポートしており、それぞれがボランティアのメンテナーによって開発されているが、大抵はその言語を母国語とする人々が担当している。エラー検出パターンに基づいてルールが作成され与えられたテキストを検証している。コアアプリ自体は無料で、 オープンソースなソフトウェアであり、オフラインで使用する用途でダウンロードすることが可能である。いくつかの言語では N グラムデータを使用しているが、これはいくつかの余分な検出の目的のためで、膨大かつかなりの処理能力と合い、大速度を必要とする。そのため、ランゲージツールはサーバー側で N グラムデータの処理を行うようにするウェブサービスとしても提供されている。 フリーミアムのビジネスモデルの一部として、ランゲージツールプラスも N グラムスを使用している。ランゲージツールのウェブサービスは、ブラウザのインターフェースを経由するか、あるいはマイクロソフトオフィスやリバオフィス、Apache Open Office、i m e m a x フ Firefox、クス、u n d e r b i r d Google Chrome 向けの専用のクライアント側のプラグインを経由することで使用可能である。 そのウェブアプリ用のクライアントはウェブサイト上で統合することができる。ありがとうございます。